じゃあ、こんにちは。瀬豊さん、はい、今日、まあ、非常に話題になっていた大谷選手の、はい、まあ、記者会見というか質疑応答はなかったんですけども、まあ、そうだね、声明文、表明、はい、うん、まあ、そういうものが、ね、発表になったけどね、はいはい。で、まあ、自身の口座から違法賭博の胴元へ送金されたことについて大谷選手は依頼されたこともなく水原氏が僕の口座から盗んで、まあ、みんなに嘘をついたというふうに語ったと、うん、はい、で当初水原氏は友人の借金の肩代わりと嘘をついていたということも、はい、まあ、そこではっきりと通訳の方を通して話されたと、はい、いうことなんですけれども、これ、まあ、これもね、うん、最初にね、はい、水原氏が、うん、大谷に頼んで、はい、大谷さんに頼んで、はい、その肩代わりしてくれたとか、はいはい、まあ、そこからこうなんか膨らんだ話だよね。そうなんです。当初そのあのスポーツ の ESPN に、うん、一番最初水原さんは大谷選手に借金の肩代わりをしてもらった、彼に話したと、うん、で彼はすごく良くないことだというふうに言っていて、すごくがっかりしていたけれども、辞めるということを、うん、あれに借金の肩代わりというか送金をしてくれたというふうに最初語っていた。まあね、うん、逆にその、はい、なんていうの、私のヒーローだみたいな形で話をしたんだけど、そのヒーロー話が、はい、まあ、とんでもない方向に裏を返せば行くような話だってね、はい、だからそっから疑惑がね、どんどん出てくるけども、はい、まあ、今日大谷選手が発表したね、まあ、それはこうすごく信じたいし、はい、まあ、そこには嘘は俺はないと思うしね、うん、まあ、大谷が賭博やるような人じゃないとは思うしさ、野球にもう入り込んでた人だから、ね、はい、まあ、そんなことするかなっていうふうには思ってたけどね、うん、だからまあ今日の声明文が、はい、うん、これで終止ができればね、まあ一番いいんだけどもね。ただやっぱりその質疑応答にしなかったのは、これ捜査、これから捜査になってくるので、やっぱり話せることと話せないことがあるので質疑応答はなしということで、さらにこれからシーズンは始まるけれども、捜査が始まったらもちろん捜査当局の、には協力をしていくということで、そこで、シーズンこのあと試合どうするかについては、もうシーズン始まっているので野球に集中するというふうに、ご本人自分の声でおっしゃっていたので、まあ、そうですね、試合には関係なく出ていくと今のところですけれども、うん、はい、こういうことがこう起きると、はい、まあ、少なからずとも精神的なこう疲労も伴うし、はい、やっぱ思考がそっちの方に少し流れたりだとか、うん、だから大谷のパフォーマンスが落ちるのが非常に嫌だよね。そうですよね、うん、だからまあベストの状態ではなくなったっていうことは言えると思うけども、うん、まあ本当に嘘はいかんからな、うん、もちろんです、これは嘘はいかんから、はい、まあ、真実は一つしかないからさ、もちろん、うん、それは捜査でね明らかに決まっていくと思いますし、だからまあそれを待つしかないし、うん、まあ大谷選手を信じてるし、はい、まあ、信じるしかないしね、我々はね。そうなんですよね、うん、だからその日本での報道のされ方とアメリカのでの報道のされ方って全く違ったみたいで、日本だとやっぱり、ね、日本人で大谷選手って人柄をやっぱりいろんな人が知ってるので、いやそれは絶対大谷選手はやってない、信じたい、まあ、そりゃそうだよ、うん、その大谷選手の顔を見るだけで、うん、なんか癒されるホッとするっていうぐらいに、はい、のところにこう看板があるからね、全部そうなんですよね、顔写真がね。でもやっぱりアメリカ、私アメリカのに住んでる日本人の友人で、その方、まあ、アメリカ人と結婚されていてお子さんもいるんですけど、アメリカでの反応ってどうなの、どうなんですかって聞いたところ、やっぱアメリカでは非常に冷ややかだと、そこはで肩代わりはしてなかったっていうふうに、まあ、もちろん大谷選手はおっしゃってますけれども、もし本当に肩代わりをしていたら、本当にその家族以外の友人にそんな多額のお金を肩代わりしますっていう文化はアメリカにはないから、非常に報道のされ方も、それからこのみんなの意見もすごく冷ややかというか、うん、だっていうのは聞いて、やっぱりそれはちょっと温度差があるんだなっていうのを思いました。いや、それはそうだよね。日本で感じるものと、うん、日本人がね、はい、感じるものと、やっぱりアメリカで感じるものは違うだろうし、うん、そうですね、やっぱり考えなきゃいけないのは、うん、あれだけの成績を残し、うん、二刀流で歴史を変えてきた、はい、でやっぱりアメリカって歴史をすごく大切にする国 でそれが異国の人間に変えられるっていうのはさ、うん、とてもやっぱ屈辱的っていうかさ、うん、もうそんな小さな時代ではないかもわからないけども、うん、やっぱ中にはいるだろうね、そういう人たちは。もちろんそういう、そうですね、一部はいる
のも確かですよね。いや だって王さんのホームラン王がかかってる時に、はい、ね、やっぱ敬遠したりだとか、日本でもね、日本でもそのぐらいのやっぱ記録をこう、ね、日本人の記録を守ろうとか、うん、まあそういった文化がある中で、やっぱアメリカってよりそういうね、ことが強い、だからその日本では味方しかいないかもわからないけども、うん、まあ、アメリカではやっぱ敵も多いのかなっていうような感じ方はすごくするけどもね。あとメジャーではやっぱりそのこういうスキャンダルとか、はい、あと薬物問題とかそういったものにも非常に厳しいっていうところもありますよね、うん、これ今までの事例を見ても、まあそうだね、ちょっとやっぱこういう報道になるというのは脇が甘かったかなっていうことは言わざるを得ないけどもね、うんうん、やっぱりどうしてもその野球中心、野球のことだけをこう完璧にしてしまうと、やっぱりどうしてもこうなんて言うんでしょう、そういうこう経験というか、はい、何かがまあ脇が甘いっていうのももしかしたらあるのかもしれないし、まあ、今回の件に関しては大谷選手は肩代わりももちろんしてないし、本当に嘘をつかれたと、まあ、肩代わりっていうか、うん、そのことに関与してたらもうアウトだから、うん、そうですね、うん、だからまあもちろん自分の口でね、うん、そうやって言い切ったんだから、うん、はい、まあ、我々はそれをね、うん、信じるしかないし、信じたいしね、そうですよ、うん、ただとにかく友人の借金の肩代わりと嘘をついてたのもそうですし、いわゆる僕の口座から盗んでいたっていうことも大谷選手はきちんとおっしゃっていたということで、これそれ一番の側近というか日本ハム時代からずっと一緒にこうやってきた人に口座でお金盗まれるっていう、それを裏切られるっていう気持ちっていうのは、いやそれはショックだよな、うん、やっぱね、そこまで一緒にいたらもうなんだよ、全部信用しきって、はい、多分ね、大谷の性格、大谷選手の性格ってやっぱり野球にこう集中してたと思うんだよね、うん、あとは奥さんの付き合いもあるし、もちろんそうですね。でね、面倒くさいことってやっぱ分からないと思うんだよ、英語でこう書かれてて、うん、これどういう振り込みなんだとか、うんうん、まあ、例えばじゃあ一平ちゃんやっといてよみたいな、うん、どうやって操作するのって、暗証番号はどうやって入るのとか、そういうのは教えてたと思うんだよね、まあ、これは推測に、まあ、推測だ、なってありますけども、いや、だから俺でも多分やっぱね、野球選手ってね、野球に集中したい時ってあるのよ、はい、そんな細かいことがさ、税金がいくら来たとか、はい、また面倒くせえな、これなんて書いてあるんだって、うん、日本語だったら分かるよ、はい、でも翻訳したってわけのわからん翻訳されたら困るじゃない、うんうん、そういうのでおそらくそういう処理も、うん、まあ、税理士もついてたと思うけどな、ついてると思いますよね。だからやっぱり一平さんはただの通訳ではなかったですよね、いや、やっぱりそうだね、本当に一緒だったので、うんうん、だからだとしてもやっぱり家族でもキャッシュカードの暗証番号とか口座の入り方って教えないんですけど、家族でも、教えないです、教えないです、そう、うちの親のキャッシュカードの暗証番号も知らないし、いや、うちも親は知らないよ、うん、でも夫婦の間では知ってるよ、ただこれ夫婦ではないないよな、まあ、なんですよ、まあ、まあ確かにな、うん、まあだけどね、俺もあったけど、あったんですか、いや、あったっていうのは昔ね、はい、選手時代、うん、時間がないからさ、ちょっと銀行行っていくらか下ろしてきてくれって言って、裏方の人にね、はい、で頼んだことがあって、うん、暗証番号は教えたよ、それもちろん教えたんですか、そう、教えなきゃお前下ろせないじゃん、そうですけど、いやだから教えたんだよね、うん、まあここ入れといてって財布とかに、うん、あれしたらね、うん、でまあ確認して、うん、ありがとうなっつって押したらね、その年の間だったと思うけども、銀行行って俺が下ろそうと思ったら、うん、超減ってるからみたいな、いや分からないんだよ、見てないから、通帳とかも見てないから、常に見てないから、通帳なんか年に1回ぐらい記入しないんですか、通帳記入、ああそういうこともその時は知らなかったよ、記入って何みたいな、いやいや俺が逆にルーズなのかもわからないけども、うん、やっぱそういうことになるよね、まあ、選手によっては違うよ、でも大谷ってあれだけの成績あって、トレーニングにあれだけの時間を費やしね、うん、
で相当裏でもやってるし、食べ物は何こうやって、まあルーティンみたいな生活をずっと続けてて、うん、その中に銀行を振り込みとかそういう時間はないって言うんだよ。そうやってまた確認してさ、うん、おお稼いだって、いやもうなんか分かんない桁がどんどん水のように入ってくるんだから、流れてきて。そうですよね。いやだからもういくらがどう動いたかなんていうのはいちいちないちいち見ないよ。もうあれだけの額もらってたら確かにいくら減ってんのかちょっとわからない。わからない。ただ今俺らの6000円ぐらいだから。いや、まあ、確かにそうですよね。確かにって言うんだ。6万ぐらいにしとけ。そうですね、6万ぐらいだ。でも今って、まあ、海外も日本もそうですけど、そのネットバンキング、はい、電子送金が主流になっているので、はいはい、そこから振り込まれたとかになると、一回一回メールが来るんですよね、うん、振り込みましたよとか、ね、もしかするとそれもちょっともう面倒くさいからあんまり。でもそれはパソコン内にいて、あでもこっちスマートフォンとかにも来るんですよ、ね、まあ、連動してたらね、してたら。でもそれももしかしたら確認してなかったっていう可能性もありますしね。メールそもそも持ってるか。持ってます。持ってないと作れないんですけど、うん、でもやっぱり野球に集中したり、豊さんみたいに例えばちょっとあのね年俸ってあるじゃない、うん、であいつより上かとか、うん、こいつより上行ったとか、うんうん、ね、年俸の時、うん、よしよしみたいな、うん、で年俸が変わりました、うん、年始め、ね、いくら振り込まれるのか、うん、おお結構来たな、それを見るんだ。それ以来それから変わらないからさ、1年後だから見たってしょうがないんだよ。そっか。そうなんだよ。あそっか。ああ減っていくことはあっても振り込まれるってことはそんなにないってことですよね、年俸決まっちゃえば。そう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 。だからそのドーンとなんかこう入るじゃない。だからそれは楽しみ、最初だけ見て、最初だけ見て年一だけいやあとはもうあとは生活費とかいろいろ使うだけで、そんな使った金額こうやってあ使いすぎだなって、そんなやつは多分いないと思うよまあだからちょっと一般とずれてる、じゃずれてる、ね、かなりずれてると。そうですね、うん、そのずれがないとまた野球ってできないと思うよ。そんなねそろばん弾くみたいに1円単位で計算して家計簿、いやーちょっと食いすぎだなとか5円減ってる、そんな魅力がある選手にはなんないよ、まあ、しかも大谷選手ともらってる額が違いますもんね。いやだけどやっぱりね、年俸が増えれば増えるほど、ね、それだけ名前が世に出ていくっていうこともあるし、うん、こう狙われるっていう感覚でやっぱりいた方がいいね、うん、どん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 気をつけなきゃっていうことですよね。それとその地位を脅かすというか、うん、そうですね、その地位をからこう引きずり落としてやるみたいな、うん、そういう人もいるし、やっぱね信頼してた人に裏切るってマジかショックでしょうがないよ。以前のその裏方さんの時のはショックでしたか。いやだから確認が分かんないからさ、しなかったんです。しなかったし、そのいつだろうっていうのが分かるじゃない、うん、はい、下ろしたかなみたいな、そんな感覚だからさ。そっか、やっぱちょっと分からない時がある。やっぱその一般とはちょっとまた違う感じです。いやだから大谷の金額ってさ、それ一般からすればさ、うん、6億って言ったら、うん、6億やられた、もう死んでしまいたいって、いやなります、思うでしょ、はい、だけどえあったのみたいなその範疇だからさ、まあ、そうか、うん、だから分かんなかったと思うけども、まあ、ただ大谷選手もね、まあ、確かにスターだし大スターだしさ、ヒーローでもあるし、うん、まあ、アメリカの、ね、国民からも支持されてるとは思うけども、うん、でもお金ということだけで寄ってくる人間がいるし、やっぱそのお金を何とかして、うん、こっちに誘導できないかとか、うん、そう考えてる人もいるし、やっぱ敵が多いっていうことだよね。そう、利用する人が多くなってくる、うん、だからチーム大谷っていうのも、うん、SP も含めて組んだ方がいいと思う、うん、なんか今回の件でそうですよね、うん、思いました。なんか本当にあれだけ最初語ってたことと数時間で1点2点するっていうことは、やっぱりもうちょっと周りもそのきちっとした人たちをガードで置いて、うん、SP もつけて、本当にそうなんか対策プラス変な人言っとこないように、いやもう本当に全力を挙げて自分を守るためにお金を使った方がいいよ。守ってても一番の側近にこうされてしまうと、こうしたらいいですかね。もう学歴詐称まで出てきてるからなそうなんです、学歴詐称とあと一部の実績も正確ではなかったっていうのが、まあそうね、もうそうなんですよね、出てきてしまっているし、うん、でもプロ野球選手って、まあ、以前ね今新庄監督ですけども、新庄監督が新庄監督される前にテレビで、実は信頼してたパートナーからやっぱり口座というか思いっきりいかれてたっていう話をしくじり先生かなんかでされてたんですよ ね、 ね、あ
んだと思って。いやこの前新庄監督とキャンプの時に話したけど、はい、僕なんか20何億とかなんとかって言ってたけど、はい、なんかそれでもあっけらかんとしてたからね。でもお金じゃないんですよって、お金なんかプレゼンでいくらでも入ってきますからみたいな。だからそういうレベルなんだよ。ああ、そういうことだ。からそのぐらいの感覚なんだよ。でもそのぐらいの感覚じゃないとやっぱり大金は入ってこないっていうことだよね。まあそうなんですけどね、うん、ただ今回まあ一応窃盗ということで、窃盗事件ということで、そうだね、ここからまあ捜査だったりとか、うん、そういう風になったらやっぱこう水嵐はそうです、ね、まあただでは済まないよね、うん、もちろんそうですね。だから決着はどこにつくのかっていうのはね、うん、分からないけども、まあだけど大谷を応援する気持ちはね、うん、変わらないですね。変わらないし、うん、トラウトとか、うん、エンジェルスの面々と会った時に、うん、ハグとかいろいろしてたけど、うん、ああいう表情を見るとね、うん、もう本当にあ潔白なのかなっていうふうには思うよね。そうですね、はい、ただ本当にね、一時はもしかすると大谷選手が1年間のその出場停止処分になるんじゃないかとか、うん、最後の場合永久追放にならないといいなとか、いろんな憶測がこの1週間 ね、本当に飛び交ってましたけれども、ただまだ火種はあるからね。そうですね、まだ捜査中です。ただその大谷選手が自分自身の正直な気持ちを、うん、はい、正直に話してくれたというふうに我々信じるだけで、うん、そうですね、あとは捜査にもう任せるしかないというね。そうですね、私たちはもう全力で大谷選手のプレーを応援するだけですね。もうまあそりゃそうだよ、力ないけどな、うん、YouTube で頑張れって言うぐらいしかないんですけどね。頑張れて本当にね、うん、まあそうこういうことにもねめげずにホームランを見たいよね、大谷のね。あとはなんか自分たちもちゃんと口座の管理とかきちんとしようとかって思いました。そうだな、うん、なんかそういうとこちょっと脇が甘いといけないなっていうのも。いやそうだよ、うん、いやだからね、楽しいからとか、そうそうです、そうです、まあ、そういうことではなくてね、うん、本当に脇を固めて、ね、はい、いきたいです、はい。